シャック、またはカルレスラシャックは、スペインバルセロナ出身の元同国代表サッカー、選手、元サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード。名前はカルレスとするのが、より正しいが、日本ではカルロスと表記された。1965年、FC バルセロナでプロデビュー。1981年までの間、17シーズン。 665試合に出場し211得点を挙げる。1971年には29試合で17得点を挙げピチイチを獲得した。選手生活の目立った活躍としては以下のようなものがある。引退後、1981年から1987年までバルセロナ B の監督を務める。1987年に FC バルセロナのコーチに就任。当時監督を務めていたルイス・アラゴネス、ヨハン・クライフの下で働き、1990年から1991年シーズンからのリーグ1四連覇に貢献する。1995年から1996年シーズン途中で、クライフが健康上の理由で辞任すると、シーズン終了まで監督を務めた。 1998年に横浜フリューゲルスの監督に就任。3から4から3の攻撃型サッカーを導入する。ファーストステージは序盤は低迷するも、その後7連勝したこともあり10勝7敗とまずますの成績を残したが、セカンドステージに入ると守備が破綻して、敗戦を重ね、J1 参入決定戦が散らつく事態となり、9月28日に、 不審の責任を取って辞任した。一方で、周囲の反対を押し切って、高卒ルーキーの遠藤康人を開幕戦から先発起用し、後に遠藤が日本代表の主力となるきっかけを作っている。またこの際に、スペインから連れてきたコーチングスタッフの中に、2012から2013年シーズンにバルセロナの監督代行を務めたジョルディローラがいた。 スペイン帰国後は2001年から2002年にかけて、再びバルセロナの監督を務めた。特筆すべき成績は残せなかったが、後にバルセロナの最年少得点記録を作った、リオネル・メッシが入団テストを受けに来た際に、当時13歳に満たなかった彼の才能を見出し、彼は天才だ。紙ナプキンでも何でもいいからサインさせろと言って、契約を結ばせたエピソードが知られる。 ありがとうございます。